自衛隊音楽祭りは防衛省が毎年11月に日本武道館で行う自衛隊音楽部隊の演奏会である。神宮外苑での観越式終了後に行っていた音楽省が発展した催しで1963年10月27日に独立した自衛隊記念行事として東京都体育館で開催されたのが第一回とみなされている。 以後、東京オリンピックが行われた1964年と、昭和天皇の病状が悪化し、祝典行事等の自粛が要請された1988年、及び、新型コロナウイルス感染症の拡大防止が求められた2020年を除いて、毎年実施されている。1973年からは、日本武道館が使用されるようになった。ただし、2019年は、 武道館改修のため国立代々木競技場第一単位区間で開催された。当初は世論やマスコミの批判を懸念して日照旗形容や君がよ演奏などは行われていなかったが防衛庁官房長であった笹津ゆの指示により議場隊による国旗入り会場や会場での国家聖唱が行われるようになった。自衛隊記念日の関連行事として 毎年11月の連続下2から3日間に日本武道館で行われる。防衛省に招待された観覧者及び事前に抽選された一般観覧者に対して1日に1から2回の講演が行われる。これらに加えて招待者のみを対象とした講演も行われる。各回の講演内容は同じで1回あたりの所要時間は約2時間である。 演奏内容は、ポップス、クラシック、ジャズ、映画音楽や、テレビドラマのテーマ音楽、アニメの主題歌や、挿入曲、ゲーム音楽、民謡など多様な曲名で構成される。旧軍の軍歌、更新曲や自衛隊歌の演奏は、海上自衛隊による軍艦更新曲の演奏が、毎年プログラムに入るのを含めても、全体の一部に過ぎない。 毎年最終日最終回の講演がネットで同時配信されるほか編集された DVD が業者から後日市販される主催者は防衛大臣であるが陸上幕僚長が実施責任者となり海上自衛隊及び航空自衛隊の協力のもとに実施する例年の主な出演者と演技内容は次の通りであるネット配信される動画を 第301映像写真中隊が撮影するほか、会場内外の案内、警備や機材の配置などの運用は、システム通信団を主とする自衛官が行っている。また、演出や構成、舞台進行などには、民間企業が参加している。一般観覧はインターネットによる申し込み制で、抽選で観覧者が決められるが、1985年頃には、 すでに入手困難となっており、プラチナチケットとも呼ばれている。応募期間は例年9月中である。会場は開園の1時間前であるが、良い位置の座席を確保するために、開園の2時間前には会場外に行列ができる。入場時には手荷物検査がある。会場の内外では業者により自衛隊グッズや前年公演の DVD などが販売される。 ありがとうございます。